いやー浮かれてんなー、マジでもうロンドン組浮かれすぎ。ルームキー部屋の中入れてオートロック閉まっちゃうやつとかさ、3人で写真撮ってよ、後ろの2人ぼかしてさ、なんかちょっとおしゃれに撮ってみたりさ、浮かれてんなー。はい、どうも、はるばかです。はい、今日はね、クラッシュロワイヤルをお送りさせていただこうと思うんですけれども、いやーね、あれ、ほら、なんだっけ、謎が解明した、あの、ユニット出ないバグってあったじゃん。ユニット出ないバグをね、解明しました。いや、どういうことかというとですよ。この、あ、まあ、ウルトラレア宝箱は見ないで。ちょっと今回に関してはウルトラレア宝箱見ないで。まあ、時短とか絶対できないから、これ。うん。今回に関しては、あの、ユニット出ないバグを、身をもって、検証していこうと思う。で、何がね、なんかユニット出ない言ってんじゃん。出る人もいるんだよ。もう、ユニット出まくってる人もいるし、全く出なくなる人も。何が違うのかと。機種が違うんだよ。これはね、もう確実に機種だった。ウエスト98センチでアンケートを取りました。4つですね。アンドロイド、あとはアンドロイドタブレットですね。あとは iPhone、あとは iPad。このね、4つのね、アンケートを取った中、1つの答えが導かれた。どうやら、Apple 製品がユニットが出なくなるらしい。しかも iPad がえぐい。iPad マジでエグいんだ。iPhone の場合は、基本的には出なくなるってことはないんだ。まあ、通信環境とかね、そういうのはもちろんあるので、ちょっと一概には言えないんですけれども、通信環境が整ったところであれば、基本的にはユニットが出ないということはない。ただし、ラグがね、発生する iPhone でも。俺が使ってるのは、どこだ、うん、向こうにあるんだけど、今ね、iPhone6S。うん、まだ、いや、古いとか言うのは古いとか。使えるからまだ。まだ使ってるんですけれども、やっぱりね、ユニットが出ないバグというのは、これ、まあご覧いただきましょう。これです。ちょっとね、今ね、ほら、ちょっと台乗っけてるけど、100均のね。それはどうでもいいんだけど、iPad です。iPad マジでやばい。これね、まあ今日はね、口で言ってもさ、わからんと思うから、そんなことないよって思うかもしれんから、今日は実際にやっていこうと思う。いや、一応ね、タブレットとか Android に関しては、サクサク起動してるってことなので、ちょっとその辺はね、今回に関しては検証の対象とならないんですけれども、今回はですね、iPad でユニット本当に出ないのか、やっていこうと思います。はい。さあ、こちらのね、うん、最近ね、ちょっとな見たんよ、みかんさんのなんかリプレイ見たの、クラロワ TV でね、した時にメガナイトバルーンっていうのがね結構強かった。みかんさんここだけの話負けてた。うん。なのでこれで今日はねやっていこうと思います。はい、ちょっとデッキの内容は変わったんですけども、ちょっこれ、え、ちょっと待って、落ちたけど今、ちょっと待って、録画はされてる。皆さんこれ画面ずっと今つけてたと思うんですけど、落ちました、クラロワが。これマジです。これね、 iPad マジなんですよ。これ試合中にポッと落ちたりするのね。やばない？しかも落ちるだけじゃなくてユニットが出ないの。なんかこうさ、例えばフィールドがあってさ、矢の雨をこの辺にかましたとする。で、矢の雨がずっと出ないで、矢の雨のマークだけ出るの、ずっと。で、ここの手持ちの札は矢の雨の部分が消えてるだけで、他のユニットは出せたりするので、ここだけ出せない、ずっと止まってたりするの。しばらくすると矢の雨が手持ちになる。もうマジでね、今ね、クラロはね、 iPad やばい。運営さんちょっと見てたら iPad やばいっす。マジでそれ iPad やばいんでね、ちょっとお知らせさせていただきます。まあ、ロンドンで世界大会言うてる場合じゃなくて、 iPad のユニット出ないバグが発生しております。はい。分かってんのかな、多分分かってますよね、多分ね。やってこう。負けるとか勝つとかじゃないから今日は。いや、すげえ気楽だな今日。最後、今日はね、ユニット出ないバグを検証していく。リプレイだとさ、出してないことになっちゃうから、とりあえずね、まあ現状をこうやって見ていただければ絶対分かるので、やっていきたいと思います。はいはい、なるほどね。最高の手札だよ、これ。最高の手札。これ、引っ張ると出ない。出るのね。うん。出る。まだ。こっからですからね。なるほど。これ、どうせ。どうせ、これ、迷ってんだけども。これ、キング起動でしょ。キング起動、まあ、ね、遅いとか、ラグに関しては、まあ、若干、しょうがない感じはあるよね。さあ、これ、投げていきましょう、これ。どうこれ。はい。はい、これ。で、からの、はい。もう守るべきものは、ただ一つ。バルーン。さあ、無理でしょ、これ。来た。オッケー、バルーン。はい、二発目ぶっ刺さる。よし。これで、爆破ダメでプリンセスを処理。オッケー。素晴らしい、オッケー。さあ、でもそんなにオッケーとかどうでもいいから、今回は。今回の検証に関しては、ちょっとオッケーとかそういうことではなく、これね、あとこれ見て。今、手持ち、見て、これ。海外あるある、これ。海外あるある。あ、よくあるじゃん。これやった直後にユニットマジで出なくなるんだって。
やばい、あ、ちょっと待って、あ、出た、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、画面が揺れたぞ、今。大丈夫か、大丈夫か、このゲーム。これマジでね、出なくなるよ。これ、あとね、こう、フリックっていうの、このさ、ユニットずーっとさ、カードをこう引っ張ってくじゃん。この状況になると、結構出なくなることが多いんすよね。これマジなんだよね。さあ、インフェルノタワー出さないでね。こすなかった。おっと、おっと、これ落ちたか。なるほど、なるほど。まだメガナイトを一回も出してないという事件が起きている。まあ、これ無視でしょ、これ、とりあえずね。とりあえずの力の、そう、これ、これ海外あるある、これね。これこれこれ。ちょっと待って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 。キング起動してるから、これちょっととりあえず引っ張っていただいて。出しちゃおうか、これ。まあ、あと1分だからね。とりあえず、ちょん、ポン。よし、まあ、今んとこ出るな。今んとこ出るぞ。どうなってんだ、これ。いや、でもマジでね、出なくなるんだよね。いやでも出なくなると言いつつ出てるんだよね今ね謎謎だけど、まあ、まあまあまあずっとね、まあ、毎回必ず出なくなるというわけでもないので、とりあえずこれキングタワーちょっと落とさせていただいて、とりあえずキングタワー落とさせていただいて、それで、はい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 、なるほど、はいはいはい、無視ね、キングタワー無視してくるから、あ、そういう感じ、そういう感じで来るとちょっと痛い、ちょっと痛いね、危ない危ない危ない、はい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 、ちょっとね、そういう感じで一回落とさせていただいて、落としたいな、キングを。待って、これさ、あれじゃん、ヤナメタラでいくんでしょ、どうなの、どうなの、これどうなの、諦めて、諦めてくれる、ありがとういやいや、スリークラウンとかそういうのいいんだって。いやいや、今回はに関してはとりあえずアプリがいきなり落ちるってバグに関しては今ね、実証されました、先ほどね。もう勝つとか負けるとかどうでもいい、みんながロンドンで、楽しんでる中、僕は検証を一生懸命やるなんかぼっちみたいな。最後、いや、もう一回ぐらいかな、もう一回で検証終わりかな。あ、でももう一回行こうかな、ちょっと迷い中です。さあ、どうしようかな。うん、でこれとりあえずね、かあの発生させるためのをもう見ようっつっちゃった。海外あるあるね、これね、これ海外あるあるしとくと、あの止まりやすいから、これ。ちなみに、おっと、ちょっと話変わってくるよ、これ。話変わってくるよ、これ。待って、これどうしようかな、どうしようかな。ちょ、バルーン出すタイミングがもうなくなった。失敗したぞ、これ。後ろメガナイツ、後ろメガナイツでどうしようかな。絶対ダクネかなんかどうせ出してくるでしょ、どうせでしょ。あ、これか、なるほどなるほど。うわ、ちょっと待って、それは聞いてない。ちょっと待って待って待って、落ち着け、落ち着け、落ち着いてほしい、ぜひとも落ち着いていただきたい。よし、いいよいいよいいよ、今んとこいい、今んとこいいよ、今んとこ、今んとこ、今んとこいい。もうほら、はいはいはい、もう向こうはねエリクスないですからね。こんな勝ち方でいいのかい。ちょっと待って待って、落ち着け、落ち着け、ガーゴイル落ち着け、オッケー、落とした。これ待って、今んとこスムーズな、今んとこスムーズで、ちょっとどうしようって思ってんだけど今今んとこスムーズで、ちょっとこう逆に困るっていうね。逆にスムーズのがいいんだけど、スムーズで逆に困ってます今。なるほどなるほど、1900、また3クラウンかい。ちょっと待って、これ、はいはいはい、なるほどね。うん、いや、わかるよわかるよ。ガゴムレ飛んでくるから、コスト3だけはね、ちょっとね、多め用意しときつつ。さあ、ガゴムレ来い。ガゴムレ来るだろ、どうせ。ガゴムレやって来い。さあ、どうだ、来ない待って、すげえ悪いタイミング。ちょっと待って、すげえ悪い。すげえ最悪のタイミングじゃん、これ。ちょ、待って。ナメプ、ナメプ、ナメプ、これは。ナメプだった。ナメプだった、落ち着いてください。ナメプだった、落ち着いてください。うん、落ち着いてください、一回ね。一回落ち着いていただいて。なるほど、来ないのね。うん、そういうのあるからね、来ないっていうのね。一回刺さった、もうちょっと防衛だけ見ててちょっとよく見てなかったんだけど、とりあえず、いや、とりあえず左取られたじゃん。もうね、あのね、カウンターで、あの、取っていこう。カウンター、おっと、もうスペース空いただからね、もうね、怖くないからね、こういうのはね。絶対出てくるんでしょ、これ。おっと、ちょっと待って待って、落ち着け。よしよしよし、こっからはいはいはい、あ、いや、なんで嫌な雨かけたよ、俺。なんで今嫌な雨かけたかけたマジかよ、ちょっと今、ちょっとおかしい。今の俺はちょっとおかしい。うん、いつも通り。ちょっと待って待って、落ち着け、気持ちいい。あ、ちょっとラグあったね、今。ちょっとラグあったけど。うん、ちょっとラグあったことは俺しか知らない事実。さあ、ちょっと待って、ちょっと、あれ、ガゴムレ来い、ガゴムレ。ガゴムレ来い、カモン、はい。はい。まあ。待って、ちょっと待ってよ。おかしいな。勝って喜んでるけど、
そういうことじゃないんだよね。うん。そういうことじゃなかったんだよね、今回ね。とりあえずね。とりあえず。ちょ、マジでね、ちょっと見せたいわ。ちょ、もう一回行こう、ちょっとマジで見せたい。うん、もう、ベロが回りませんもん。マジでちょっと見せたいから、ちょっと海外あるある発想するね。いいでよ！よし。ペペ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 。よし、オッケー。これで、それで、これね、なんていうの？あ、ちょっと痛い、マジで痛い。これ大丈夫か？大丈夫か、これ。ちょっと待って。よいしょ。今んとこ快適だね。環境は快適。これね、この海外あるある発動させるともう出なくなる。こうユニットこう選ぶじゃん、こうやってみんなさ。選んだ後に、あ、出るなぁ。なんで出るんだろう。出るの普通なんだけどね。出るの普通なんだけど、なんで出るんだろうって、ね、ちょっと、なんだろうなぁ。なんで出なかったんだ、逆に、この前は。この前っていうか、いつも、最近ずっとだよ。なんでやねんだよ。なんでやねん状態。なんでやねん先生発動してるよ。ちょっと待って。これを、フリックさせて出してみましょう。はい。出ます。ちょっと待って。勝ち負けじゃないから、これは。あくまでも勝ち負けじゃないから、やりたいことはね。ちょっと待てよ。よし。いいぞ。はい、よし。よきよし、オッケー。オッケー。オッケー坊主だよ、ちょっと待って。ユニット止まれ。カードなんで出てくんだよ。ちょっと待って、おかしいな。なるほど。走らせる。はいはい、意味ない。今のは意味ない先生だから、オッケー。これ、守るとかそういうことじゃないから、やりたいことは。おかしいな。待てよ。おい、ちょっとお待ちください。お客様お待ちくださいね、ちょっとね。これ、海外あるある発送してるから、今、海外あるある。よし、いいよ。今、いい感じで、今ね、バグってるから、今。バグれっておかしいよね。いや、ちょっと待てよ。落ち着け。はい、ネクロ、オッケー。はい、ネクロ処理からの。これはまた、キングコース、これ。また。キング様。はい、ドラゴン出てきて。ドラゴン出てくるのかな？諦めた事件簿発動しないこれ。ちょっと待って。敵ちょっと頑張ろう。これマルチだよ。ちなみに。大丈夫だよ、これ。うん。まあ、このデッキめちゃくちゃ強いんじゃないの？もしかして。よかったら使ってみてください。いや、今日は違う。今日はそういうことじゃないんだよ。まあ、このデッキめちゃくちゃ強いんだけども。ということで、3290ですね。あのね、明日の動画でもしかしたらウルトラレア宝箱、まあ、引くでしょうね、これね。23時間後だからね。よかったらこのデッキ使ってみてください。いや、そういうことじゃないんだよ。でもね、ほんとね、確かに、iPad の時に、なんだろう、曲面でよく止まるんよね。でさ、何ホームボタン2回クリックの消さないと戻ってこないの。通信は、うちの中 Wi-Fi、最強の Wi-Fi をね、取り入れてるんですけども。マジでちょっと iPad、調子いいね。はい、というわけで今日はですね、参戦を送りさせていただきましたが、全然検証結果できなかったんです。すいませんでした。ただね、本当に iPad でもね、結構調子悪いって人がね、多々出てきてるので、ウエスト98センチの中にも iPad でね、プレイされてる方が結構いらっしゃるんですけれども、結構ね、よく聞きますね、何人か。うん。結構という割には何人かだけどね。うん。まあ、たださ、まあ、iPad 使ってるのが、まあ、5、6人中の3人、4人ぐらいが、あ、iPad やばいっすねって言ってて。なので iPad はね、マジで皆さんね、気をつけた方がいい。Android とタブレットに関しては、今のところ、不具合が、うちのクランでは、一切ないよってことなので、安心して使ってください。まあ、iPhone に関してはね、Wi-Fi 環境、ちょっとラグがあるんだけど、Wi-Fi 環境ではなく、4G で大切な試合は行った方がいいかもしれませんね。はい。まあ、ね、このね、ロンドン後にね、もうみんなで言いましょう、これ。マジでユニット出ねえぞって。アップル製品出ねえぞってね、うん、みんなで言いましょう。はい。今日スパスパ出たけどね。はい、というわけで今日のですね、ハルパパがですね、ぼっちだと思ったらですね、こちらが高評価、あとはチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。あとこちらがですね、面白い過去動画ですね、まだ見てないものがありましたらぜひともご覧ください。というわけで今日はですね、ロンドンが羨ましい一人ぼっちのハルパパでした。ご視聴ヘイヨー。